の田んぼですもんね。もうちょっとで巣立つの。わ、すごい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お手拭きいる人いますか？大丈夫です。はい、はい、はい、おいしそう。このセット、このセット、お茶とつゆのセット。うちらの NPO 法人メイクハッピーで、災害復興支援チームをしてます。めぐみジャパンという緊急復興支援チームです。で、このめぐみジャパンっていうのは、何か世界中で災害が起きた時に緊急的にボランティアを募って、で一緒にそれを被災地に笑顔を届ける、希望に変えていくっていう活動をしています。で、大きくはめぐみジャパンっていうのは、東日本の時に多くのボランティアと共に石巻で災害復興支援をしたのがきっかけで、今までに広島、熊本も、東日本以降からはその2カ所でだね、やってます。で、今回ですね、この広域の豪雨災害にあたって今回現場リーダーしてくれる今井が、はい、この場所で災害復興支援をやろうということで動き出しました。7月の12日に真備町に僕たち入ったんですけど、ボランティアのビレッジを作って運営する団体を探してるっていうことで、そこにたまたま僕たちが居合わせたことによってはい、やりますっつってめぐみさんよろしくお願いしますっていうことでトントン拍子で決まっていた感じです。それまでに本当に岡山の平島地区とか愛媛県の西予市、あと広島県の坂町と回ってきて、どこが僕たちのことを一番必要としてくれてるんであろうかっていうので視察に回ってきたんですけど、真備町についてボランティアセンターに入って本当に5分ぐらいで決まったので、じゃあ本当に必要としてくれてるっていう、本当にボランティアの活動っていうのはやっぱりこう家財出したり泥出したり、なんかこう力仕事だけじゃなくて、ボランティアさんをスムーズに作業していただける運営っていうのもボランティアの一つなのかなっていうの、今回に関しては、ビレッジの運営でボランティアに来ていただいた人をサポートしていくっていうのが僕たちの主な、はい、仕事になっています。で、今後ですね、やっぱりうちらとして目の前の人の笑顔っていうのを見ると、そこからこのビレッジがあって、泥出しだったり家財の家の掃除するっていう活動の方にも広がっていくという予定もしてるんですけど、まずはこの場所に、100名以上の人たちがボランティアを全国から募って、社協さんに行っていただいたりとか、知り合いのところの泥出しに行っていただいたりとかしてもらえたらなということで、この場をまず整えています。私たちが入ったのが12日の時点では、はい、この真備に関しては住民さんたちが助け合って、家財道具だったり畳だったりがだいぶ路上にバーッと出されてて、でそこから社協さんだったりがボランティア募集して、ボランティアに当たって土日月か3連休でどれぐらい来たんだっけ、ボランティアさん。土曜日で1100人で、日曜日で2300人、ちょっと月曜日ちょっと3000、4000人、ね、5000人近くのボランティアが来て、だいぶ綺麗になってるんだよね。そうですね、あとはもう自衛隊の方のおかげで、砂ぼこりっ
がやっぱりすごいんですけど、大きなメインの通りはちょっとずつは砂ぼこりとかは少なくなってきてるのかなとは思うんですけど、まだまだ瓦礫とか家財がね、家財がやっぱり道の脇にた、あの積んである状態なので、まだまだ必要です。そうですね、泥出しから家を磨いてくれる人、やっぱりそれをボランティア、よそから来たボランティアが入ることによって、その地元の人たちっていうのはよしやろうって、もっと一緒にやろうっていう気力になったりとかするんで、あの、まあ、遠い近い関係なく来ていただけたら、うん、泊まる場所はこちらで準備するので、はい、はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいですね。まずあのビレッジのオープンが、20日からになるんで、うん、そのオープンしてからの活動になるので、まだボランティアさんを、泥出しとかのボランティアさんを募集してるわけではないんですけど、まずはこちらのビレッジの運営側のボランティアさんは募集してるので、運営側、はい、大体何名ぐらい、それは運営側は、まあ、多ければ多いほどいいんですけどで同時にも泥出しとかもあるので、そうですね、うん、人が集まった時点で、あの泥出しとかの作業にも取り掛かれるので、たくさん集まってきていただいた方ができることが増えていくので、オビレッジだけではなく、ね、本当に真備町の復興をちゃんと視野に入れて活動していきたいなと思ってます。まあ、長期と言わず、1日でも1時間でも、はい、来ていただければ本当に助かります。今申し込みのホームの方を今準備はしてるんですけど、あのメイクハッピーのホームページの方を見てていただけると、そこにアップされますので、あの NPO 法人メイクハッピーで検索していただくか、はい、そちらで検索していただけたら、ボランティアは基本は自己完結っていうのが基本なんですけど、一応こちらには、シャワーだったり、あと炊事をする場所だったり、と水も今ちょっと止まってるんですけど、明日明後日には水が通るようになります。あと電気水道だね、あと火も使えるということで、食料とかは自分で持ってきて、食料持ってきてゴミは持って帰るっていう自己完結のボランティアにはなるんですけど、まあ、最低限の水だって電気とかあるので、まあ、食料と自分たちの食料、本当水がここ暑いので今それはと注意していただけたらなと思います。あとはもう本当泥出しのね格好、そうですね、ぐらいかな。あとはこちらのビレッジは車でしか今来れないので、そうですね、はい、車で来ていただくような形にはなるんですけど、メインの通りが土砂崩れで通れない状況になっていまして、こちら利用される方は一旦呉瀬小学校っていう小学校があるんですけど、そちらを経由していただいて、こちらの真備美しい森のビレッジまで上がってきていただければ大丈夫なの で、 そうです。あと本当道注意するのは道ですねとりあえず今は、そうですね、支援物資の方は今のところ大きくこれっていうのは聞いてはいないんですけど、まあ、実際ボランティアビレッジを運営するにあたって、店も開いてないんですね。店簡単に食料を手に入れることがボランティアとして近くで、近くの店は1店舗かな開いたりとかしてるんですけど、やっぱそこは住民さんが買い物に来る場所でもあるので買ってきてほしいんですけど、やっぱ長期になるとそうもいかないので、こちらで最低限の食料だったりお米だったりを準備できたらなって思ってます。まだできてないですけど、そのお米の支援だったり、ボランティアさんがまた次の日活動できるための食料、まあ、梅干しだったり腐らないものですね、梅干しだったりお米だったりっていうご支援はすごく嬉しいです。あとは対被災者の方はちょっとうちらも実際今出てないので、あんまり聞かないんですけど、これが欲しいっていうのはですね、まあ、基本的には社協さんが大きな物資を受け入れているので、社協さんに問い合わせてられた方が間違いなく届くかと思います。支援金の窓口も、メイクハッピーのホームページの方で載せてますので、ぜひ支援金があると、この今回ですね、このマビーのでも相当の田んぼが使ってるんですね。やっぱ農家さんにだいぶ打撃が来てると思うんですけど、それでマビーのお米を買うための資金っていうのにも使えるので、やっぱ支援金っていうのはすごくありがたいです。本当に今までにないぐらい広い範囲の被害が出た災害なのかなって思うので、ここ真備町に関してでもいいですし、
まあ、一番家から近いところでもいいですし、知り合いがいるところでもいいですし、何かボランティアにこう携わる、ボランティアに参加してみるっていうことで本当に喜ばれる人がたくさんいるの でやってみたことがないっていうことでこう躊躇される方いらっしゃるかもしれないですけど、あのやってみると、あ、やればできるっていうことを知れる体験にも なるので、なので本当に1日でも1時間でもボランティアに参加していただけると本当にあのこの真備町のためにも、困られてる人のためにもなるのかなと思うので、できる限り多くの人がボランティアに参加していただきたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。